はい、皆さんこんにちは。ハクソンビディブラックベックです。ちょっと今日いつもと画角が違うと思いますけど、今ですね20ミリのレンズを使って撮ってます。またね散財しちゃったってあれなんですけど、ちょっとここの20ミリのレンズの話はまた別の動画で上げたいと思いますので、そちらをお楽しみにしてください。今日の本題は XT Max のマイクをいろいろ試してみるって話なんですけど、ちょっとその前に小話で、じゃん、2台ありますね。なんでかっていうと、うちのこれ今まで使ってたやつなんですけど、このカバーがね折れたんですよ、バキッと。本来だったらこれぐらいの長さがあるべきものが途中で折れてるのがわかるかなと思うんですけど、折れちゃって、でサポートに、いやここカバー割れてもうたんやけどどうしたらいいって聞いたら、新品に交換しますということで新品が送られてきました。で今からですね、この旧製品、違うな、もともと使ってたやつはサポートの方に送り返します。でこれからはですね、この新しく来た新品の子を使おうかなと思っているんですけども、まあ、ちょっとそんな感じでサポートが割と小粋な対応してくれたんで、まあ、その紹介をしておきました。で、まあ、なんでここのですねカバーが大事かっていうと、これはですね完全防水なんですよね。だからかなりここ皮硬く締まる感じになってて、でこいつをすっごい強く押してうんってやらないとこうやって開かないんですけど、これをですね僕がここを引っ張っちゃってたんですよ。でそうするとこのなんていうかな、真ん中ぐらいでパキッと割れちゃったっていう感じなんで、まあ、ちょっとですね今後カバーを開けるときには根元をしっかりと、根元に爪を入れてカッって引き出すっていう形で開けないと、まあ、ダメかなっていうのがあります。まあ、なんでこれがないとちょっと防水機能が効かなくなっちゃうので、まあ、ちょっとここはしっかり守るために交換をしましたと。今日はですねここのUSB 端子、こいつが本題です。ここにつなぐ外部マイクをちょっといろいろ試してみようかなと思うので、まあ、そちらの方をご確認いただければと思います。じゃあ本題いってみましょう。はい、まずはですね失敗の共有からいきたいと思います。僕最初マイクはこのアイリグマイクキャストっていうねコンデンサーマイク、こいつもともと iPhone でポッドキャスト撮るように使ってたマイクなんですけど、こいつがつなげないかなと思ってちょっと頑張ってですね USB マイクロ USB マイクロ USB でつないでみたんですけど、やっぱりちょっとこいつね iPhone とかから給電をしながら動くコンデンサーマイクだったんで、 XT Max の USB 端子からうまいこと電源が取れなくて、コンデンサーマイクとしては動いてくれませんでしたと。なのでこいつはちょっと使うのを断念しました。で次にこのロードのワイヤレス GO ですね、こいつを使いたいなと思ったんですけど、ワイヤレス GO をつなぐためにはこのオーディオジャックをつながないといけないですね。でオーディオジャックをつなぐためにはこのオーディオジャックを何らかの形でここのマイクロ USB にオーディオジャックを変換してつないでやらないといけないということで、一番最初にちょっと目をつけたのがオーディオジャックマイクロ USB 端子っていうのがあったんで、これを買ってみたんですよ。でこれは残念ながら動きませんでしたと。次にこの USB Type-C とオーディオジャックを変換する子を使おうかなと。で YouTube 上でいろいろ調べたらこれですね、こいつを使ってうまくいったっていうのがあったんで、でもオズモポケットっていうやつの純正品だったらいけそうな雰囲気があるんですけど、残念ながら僕が Amazon で適当に買ったパチモンはですねうまいこと動いてくれませんでしたと。だからこいつはもしかしたらオズモのやつをちゃんと使えばいけるかなっていうのはあるんですけど、まあ、ただねこれを使おうとするとむちゃくちゃですね、さっきのカバーのところにここにね干渉するんですよ。でここのカバーをまた折ってしまわんじゃなかろうかっていう心配もあったので、ちょっとですねこいつを使うのはちょっとやめようと。でどっちかっていうとここに負担がかからない方法を考えようっていうので、さらに調べていったらですね、最有力候補が見つかりまして、でね、アカソっていう会社のラベリアマイクなんですけど、はい、アカソのラベリアマイクですね。こいつだったら、ここにつけて、割とこの線を引き伸ばしてですね、例えば手持ちで自撮りをしながら、これをつないでやるっていうことができると。でこいつはもう動作するっていうのをですねネット上で見つけていたので、じゃあもうとりあえずこいつが硬いからこいつを使おうというのでこいつを購入しましたと。これが純正のマイクですね。純正のマイク、外付けマイクと赤ソのラベリアマイクとこの本体の内蔵マイク、それぞれのですね音をですね聞き比べていってやって、どれが一番いいかっていうのをね見てやろうかなというふうに思います。ということでちょっと今からですねこいつの映像に切り替えて、その3種類の音を聞き比べてもらおうかなと思いますので、ちょっとそちらをご確認ください。
で、今自撮りで撮ってみております。どうですかね、これ内蔵マイクで撮ってます。こんな感じで撮ってるんですけれども、まずはこの音を覚えておいてください。じゃあ次に、外付けのマイク、純正の外付けマイクやってみましょう。はい、今ですね、純正の外付けマイクをつけて自撮りをやってみております。どうですかね、さっきよりももしかすると音は良くなってるんじゃないかな、多分音は良くなってるんじゃないかと期待してるんですけど、ちょっとあまり騒音のないですね、室内なので、そこまで違いは劇的に感じないんじゃないかなというふうに思います。じゃちょっと次はですね、赤ソのラベリアマイクに変えてみたいと思います。はい、今赤ソのラベリアマイクですね、使ってみております。どうですかね、ちょっとね、実は一回撮ったんですけど、なんかこいつのマイクの感度が良すぎて、XT-MAX の方の本体の録音のボリュームコントロールをマイク感度考慮してたんですよ。でそれを1個下げてデフォルトのマイク感度にして今撮っています。標準のマイクよりも随分ですね、なんかマイクの感度がいいなという感じがします。そこはね、結構高ポイントだと思います。じゃああとは音質聞き比べてみたいと思います。今音質を全部聞き比べてみて、一言で言えば内蔵マイクがひどいということと、それから意外に標準のマイクもね、綺麗に聞こえたんじゃないかなと思います。なんでなんか室内とかで撮るときはね、こいつでいいかなっていう気はしますし、あとですね、ラベリアマイクですね、ちょっと非常にこいつのですね、感度が良かったっていうのが感動ポイントでもあるんですけども、全然聞ける音だったかなと思います。さすがに、ね、コンデンサーマイクとかと比べたらかわいそうなんですけど、結構やっぱり内蔵マイクで撮るぐらいだったら、こいつを使って、例えば外でお散歩動画を撮るときに、こいつを胸元につけて、で、カメラは手で持ってみたいな感じで自撮りをしたりとか、外を向けたりとかっていう動画を撮るのに結構いいんじゃないかなと思いますので、今後この赤ソのラベリアマイクをですね、対応して XT-MAX の動画を撮っていきたいなというふうに思います。次回ですね、お散歩動画の比較を見てもらおうかなと思うので、それのちょっと予告編ということですね、見てもらえればというふうに思います。じゃあ最後これだけ見て終わりましょう。それでは皆様、さよなら。いやですね、自撮りをしてみようと思って、こっちの方がいいかな。XT-MAX で、マイクは赤ソのラベリアマイクを使ってるんですけど、どうですかね、音聞こえますかね。マイク越しじゃない、いや、マスク越しなんで、音聞こえづらいかもしれません。手ブレ補正どうやろう。なんかフロントカメラ見てる分にはめちゃめちゃ手ブレ補正聞いてるんですけど。You love me every night and day, and I promise you that I would.